忍びが嘆くな。忍びは戦って死ぬために生まれてくるものだ。河原間はまだ7つだった。こんな争いがいつまで続くんですか。敵という敵を亡き者にするまでだ。戦いのない世界とは簡単な同定ではできぬ。子供を犠牲にしてまで。子供ではない。俺は板間、扉間、やっぱりお前たちまで犬死にさせたくねえ。やってやられてどこで恨み買ってるかもわからねえ。危なくて生も名乗れねえ。こんな忍び世界は絶対間違ってる。お前のようなやつをガキというのだ。父上、今日は兄者も気分が沈んでるからもう許してあげてよ。